ボーイング七百三十七から三百エアバス a 三百十九百ブルガリア航空はブルガリアのソフィアを本拠地とする航空会社ブルガリアのフラッグキャリアでもある国際線で二十一カ国へ乗り入れているそれまでブルガリアのフラッグキャリアであったバルカンブルガリア航空が経営破綻したためその運航を引き継ぐために二千二年十一月に新たなフラッグキャリアとして ブルガリア政府によって設立され、2002年12月4日より運行を開始した。社名とロゴマークは公募により決定した。当初は国営であったが、2006年に民営化された。民営化にあたっては、当初ブルガリア政府は海外からの出資を望んでいたとしたと言われているが、実際に名乗りを上げたのはイタリアのエアワンのみで、最終的には、 同じブルガリアのヘムス航空が支援することで、地域的な企業連合を形成することになった。民営化に際し、ヘムス航空ではまず660万ユーロを投資し、以後5年間にわたって、さらに8000万ユーロを投資する計画という。また、新機材を15機導入したいとしている。ヘムス航空とブルガリア航空では、ソフィアからベルリンへの路線において、 コードシェア便の運航をすでに開始している。2019年9月現在、ブルガリア航空の機材は以下の通りである。ありがとうございます。